テネリフェ島は大西洋にあるスペイン領カナリア諸島に属する島。面積は2034平方キロメートル、人口は89万9833人で、共にカナリア諸島内で最大である。諸島最大の都市であり、カナリア諸島自治州の州都サンタクルスでテネリフェが島の北東部にある。この島はもともと火山島であり、スペインの最高峰、テーデ山がある。 交通手段としては、テネリフェノルテ空港、テネリフェスール空港の2つの空港があり、フェリーも就航している。島内の主な公共交通として、バスが運行されているが、2007年にテネリフェトラムが開通した。島は、カナリア諸島で最大の経済を持ち、軍島の GDP をリードしています。15世紀まで、 ヨーロッパ最古の石器文化を営むグアンチェ族が原住民として暮らしていた。1496年、スペインのカスティーラ王国に征服され、以降、アメリカ大陸へ横断するための重要な中継地として発展。この頃建築された王宮や教会、修道院、貴族の邸宅が、世界遺産のサンクリストバルデラ・ラグーナやオロタバなど数々の町に残っている。 ヨーロッパよりいち早く新大陸の部品や文化が入った。その時持ち込まれたもので、スペイン本土には現存しない作物や戦利品、建築様式が残り、独特の文化が根付いている。1832年1月6日、ダーウィンが乗ったビーグル号がやってきた。しかし、これらを恐れた当局が上陸を禁じた。近代では1852年フリーポート宣言をし、 関税免除の自由貿易港として栄えた。1800年代後半には豪華ホテルが建設され、はじめ現在のようなリゾート地になった。1977年3月27日にテネリフェ島のロスロデオス空港でテネリフェ空港ジャンボ機衝突事故が発生した。滑走路上で2機のボーイング747型機同士が衝突し、 両機の乗客乗員644人のうち583人が死亡した。死者数においては、アメリカ同時多発テロ事件を除けば、史上最悪の航空事故である。一年を通して比較的温暖な気候である。そのため、ドイツ人が多く訪れるリゾート地である。テネリフェ島には、スペイン国内の最高峰、テーデ山を擁する美しい自然が島中にあふれており、 観光地としての産業も発達している。マクロマグネトゥーズでコナリアス・ポール・アイラス、パトリック・トール著、平山連監修、南城育子、富士九助実役、ダーウィン、地の再発見総書99草原社2001年33ページ、生態祭と三位しどの巡礼。スペイン政府観光局。2014年6月7日閲覧。ありがとうございます。